もういい時間になってきたので、じゃあどうしようかな、ハンディキャップやろうかな、次で最後の曲にします。ありがとうございました今日は。僕はですね、ニューオリンズっていう場所がすごく好きで、本当ニューオリンズのドラム聴いてて、ラテンが分かったような、分かったっつか、つながったような気がすごいしてて、カリブや、アフロの方にこう行ったんだけど、まあでも何よりも一番影響を受けたのはジェームス・ブラウンという人で、そのビートがやっぱり僕にはアフリカに聞こえてしょうがないという、多分一生大好きで、やっていくんだろうなあいうビートと思いますが、また皆さんもね、懲りずに来てくださいね。ありがとうございました。考えてみると、女性に挟まれて歌うっていうのはあんまないから、ちょっと、ちょっと気持ちいいよね、俺ね。どう？いい感じですよ。全然聞いてるやし。本当そういうことはあんまりなくて、ね、どんどん女性でも有能なミュージシャンが出てきてて、嬉しいと思います。じゃあ、ありがとうございました。チューニングするね。音がなんか今にしなね。たくさん、メガネ踏みそうだな。嘘。みんな優しいよね、そうやって。よく。